デビッド・ウルフは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士、医学博士、電子工学者である。4度宇宙を訪れた。そのうち3度は、スペースシャトルによる短期のミッションで、1993年の STS-58、2002年の STS-112、2009年の STS-127 に参加した。 残りの一度は、ロシアの宇宙、ステーションミールへの長期滞在で、1997年9月に ST、STS-86 で、ミールを訪れ、1998年1月に ST、STS-89 で帰還するまで、128日間、滞在した。合計の宇宙滞在時間は4040 40時間となり、ロシア及びアメリカ合衆国の両方の宇宙服を着て、 合計41時間17分に及ぶ7度の宇宙遊泳も行った。ウルフはインディアナ州インディアナポリスで生まれ、ノースセントラル高校を卒業した。その後、パーデュー大学で優秀な成績で、電子工学の学位を取得して卒業した。アルファタウオメガフラタニティのメンバーであった。1982年にはインディアナ大学医学部で医学博士号を取得した。続いて、 アメリカ空軍で飛行外科医の訓練を受け、1983年にジョンソン宇宙センターにスタッフとして加わって微小重力の生理影響について研究した。ウルフは様々な賞を受賞している。1990年には NASA エクセプショナルエンジニアリングアチーブメントメダル。1992年には NASA インベンターオブザイヤーを受賞している。医学部卒業の際には アカデミックアチーブメントアワードを受賞した。医学における超音波信号と画像処理の研究に対してカール・アール・ラダル奨学金を得た。イータ・カッパ・ニュー及びファイ・イータ・シグマの名誉会員である。主に三次元組織工学の分野で15のアメリカ合衆国特許20以上のスペースアクトアワーズを得た。 1994年には、テキサス・ステート・バー・パテント・オブ・ザ・イヤーを獲得した。40以上の技術論文を表した。IEEE、e、エアロスペース・メディカル・アソシエーション、エクスペリメンタル・エアクラフト・アソシエーション、インターナショナル・エリバティック・クラブ、インディアナ・エアー・ナショナル・ガード等の組織のメンバーである。インディアナポリスは、ウルフを称え、ホワイト・ガーに架かる橋を、アストロノート、デビット・ウルフ・ブリッジ、 と命名した。ウルフの NASA でのキャリアは、ジョンソン宇宙センターの医科学部門から始まった。ここで彼は、微小重力下での心臓血管生理学の研究のために、アメリカンフライトエコカーディオグロフィの開発と宇宙船のアビオニクスとの統合を担った。これが完了すると、彼は宇宙ステーション医療施設の設計のチーフエンジニアに任命され、学際的なチーム管理。 要件定義、システム設計、宇宙船システムの統合、プロジェクトのスケジューリング、機能及び安全性の検証、予算権限を直接担当した。ウルフは1990年に宇宙飛行士候補に選ばれ、18ヶ月の訓練を経て、資格を得た。ケネディ宇宙センターに配属され、オービタの組み立てや試験、カップコン等を担当した。 1995年のスペースシャトルとミールの歴史的なドッキングの際にもカプコンを務めた。宇宙遊泳、宇宙服の設計、ランデブーのナビゲーションを専門とした。他にロボットマニピュレーションシステムの運用、軌道上での修理、コンピュータネットワーキング、大気圏再突入等も専門とした。ミール長期滞在への訓練期間中はロシアのスターシティに住み、 ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練を受けた。ウルフはロシア語が流暢で、訓練はすべてロシア語で行われた。STS-58 で実験を行う、ウルフウルフはミッションスペシャリストとして、スペースシャトルコロンビアに登場した。STS-58 は、制御生理学、心血管、心肺、筋骨格及び神経科学のために行われた2度目の、 ミッションであった。14日と12分32秒続いた。コロンビアは、エドワーズ空軍基地への着陸時には、最長のミッション期間となった。ウルフは1997年9月の STS-86 で、スペースシャトルアトランティスにより、軌道上に打ち上げられ、ロシアの宇宙、ステーションミールに移った。アトランティスは9月27日から、 ミールとドッキングし、この日がウルフのミール滞在の初日となった。ウルフはミール上で128日間を過ごした。微小重力組織技術、電磁浮上プラットフォームの能力、コロイドの振る舞い、人の赤血球酸性機能の変化、人の微小重力生理学等の実験や研究を行った。滞在中、生命維持装置、3つの電源、姿勢制御システム、 主要、コンピュータシステム、出土分離システム等、様々な故障が起こった。宇宙遊泳の際には、オーラン宇宙服のエアーロックハッチの故障のため、緊急事態になった。このミッションと訓練は、ロシア単独で行われた。ミール滞在中、ウルフは1997年の地方選挙に参加し、宇宙から投票を行った初めてのアメリカ人となった。地球への帰還は、 STS-89 だった。スペースシャトルエンデバーは1998年1月24日にミールとドッキングし、この日がウルフのミール滞在の最終日となった。1月31日に地球に到着した。STS-112 ではアトランティスで国際宇宙ステーションの S1 トラスが運ばれた。2002年10月7日にケネディ宇宙センターから打ち上げられ、 ウルフは3回の宇宙遊泳を行って S1 トラスや他の宇宙遊泳用ハードウェアを取り付けた。国際宇宙ステーションの外で合計19時間1分を過ごした。10日19時間58分44秒後の10月18日に着陸した。ウルフの最後の宇宙飛行は STS-127 で2009年7月15日に打ち上げられ。 日本の希望の船外パレットと新しい長期滞在の乗組員であるティモシー・コプラを運んだ。もともと6月に打ち上げる予定だったが、機体水素の通気管路の漏れを検出したために延期された。その3日後に2度目の打ち上げが試みられたが、同じ問題で中止された。3度目の試みは悪天候のため中止となり、発射台近くに雷が落ちたため、さらに延期された。 ウルフは合計18時間24分に及ぶ3度の宇宙遊泳を行った。打ち上げから15日16時間44分58秒後の7月31日に着陸した。ありがとうございます。